リアルサウンド映画部をご覧の皆さん、こんにちは。映画ライターの杉本と申します。この動画ではですね、今話題のアニメ作品をピックアップして、その魅力を、ざっくばらんに、掘り下げていきながら、今の、現在の、アニメ産業アニメシーンを、掘り下げていこうという企画になります。で、今回これ第1回目なんですけれども、現在公開中の、細田守監督作品、竜とそばかすの姫について今日は話していきたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。映画批評をやっている渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、渡辺さんは、本作ご覧になって、率直にいかがでした？いや、パッと見た感じは結構新海誠監督の君の名はを最初に見た、印象にすごく近かったというか、前回の未来の未来が、ああいうこう非常にミニマムといいますか、非常に小ぶりの作品だったので、あそこから次回作立て続けに行くのか、そこから飛躍するのかっていうところが、僕の中でも気になっていたんですけれども、劇場版のパンフレットの細田監督のインタビューをにもちょっと細田さんが喋ってましたけれども、ああいうこう小ぶりの小さい作品を作ったので、今度はすごく大きい作品を作ろうと思ったということをおっしゃっていて、結果的にそうですね、音楽も含めて夏休みの、娯楽対策っていう形で非常に面白い作品に仕上がっているのではないかと。で、結果的に、初日からの興行成績もすごくいいわけですよね。そうですね。もう3日で8億9000万円でしたっけ。9億ぐらいいってるっていう。今までで一番、成績いいみたいですね。あれですか、前作の未来の未来はその非常に、4歳の男の子を主人公にするっていう、かなり例外的な作品というかね、なかなかない題材を扱って、さらに、すっごく小さい物語をやってたので、夏休み映画としてどうなのみたいなところがあったということですよね。それが今回はその堂々たる夏休み映画としてと言えるのではないかっていうような、そんな評価ですか、大雑把には。そうですね、やっぱり2年前に杉本さんと藤亮太さんと提案させていただいた時にも話題になりましたけれども、やっぱり未来の未来はもともと細田監督ってそういう、こう非常に個人作家的な思考をお持ちのクリエイターじゃないかと思っているんですけれども、強いて言えば何かこうミニシアターでやるような非常に小ぶりのインディペンデントな題材そのものはそういうような、スタイルの作品で、でも東宝としてはやっぱりこうバジェットを大きく売りたいっていう形で、何かその辺にこうなんて言うんでしょうね、マッチングの感じでちょっとうまくいってないのかなっていうところがあったかもしれないんですが、でもこの後も触れていくと思いますけれども、今回の作品も美女と野獣っていう非常にこうポピュラーな誰でも知っているメジャーの大作をモチーフにしつつ、かつ、一方で細田監督の非常にプライベートな個人的な動機が元になってるわけですよね。つまり東映動画に自分が入社した年に公開されたディズニー版の美女と野獣にすごく大きなインパクトを受けたという、だからその辺は未来の未来以前の作品の企画を立てる時の動機からつながっているような、非常にプライベートな、個人的なインセンティブっていうかモチベーションに基づいて作られている作品なので、なんて言うんでしょう、だからそれがすごくうまくいってる感じがしますよね、今回は。なんとなくその東宝のプロモーション的な思惑と監督のやりたいことが今回ある程度その方向後が一緒になったという感じですかね。そうですね。そうですね。多分その、プライベートなねところからその企画を起こしていくタイプの監督であるっていうのは僕もその通りだと思いますけれども、
まあ、一方でその今回もうちょっと広い視点っていうかね、あの未来の未来化け物の子、まあ、狼子供と続いて、あの自分の家族を見つめてきてたところから多分家族あの企画を立ててましたけど、若干今回はもうちょっと広いところに目を向けてきたのかなという印象もありますけど、それはいかがですか。まあ、インターネットを題材にしたっていうのはところがそこは、まあ、一個大きいんだろうなと思うんですけど。そうですね、確かにあの家族の問題っていうと、まあ、それこそそもそもあの今回はお母さんがもう最初から亡くなってしまっていて、はい、いなくなっていて、で、まあ、それに心のトラウマを負っているヒロインがあの父親との関係もうまくいかなくなっているっていうことで、確かにその、まあ、家族の問題っていう意味では、まあ、後半そのあの K 君の家族の問題っていうのがあの大きなドラマの展開になってきますけど、うん、その辺はやっぱり変化があったっていう感じでしょうかね。で、一方でその、うん、まあ、これも本当にデビューする時の話題になると思いますけど、あのデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームサマーウォーズとこうほぼ10年ごとにネット空間を舞台にした物語を作っているっていう、うん、そっちのつながりもあるので、うん、その辺の変化っていうのは今回あったでしょうね。そうですね、まあ、大体こう今回の作品のまあキーワードを、まあ、大雑把にじゃあ3つにするとなすると、その美女と野獣っていうモチーフと、まあ、10年おきに描き続けてきたインターネットを今回どう捉えているかっていうのは2つ目にあったとして、あとはその3つ目としてそのプライベートなパーソナルな、企画の立ち上げ方をする、細田監督がその、なんていうか、まあ、夏休みのヒットメーカーというか国民的作家として今回どう振る舞ったのかというような、多分3つの多分あのキーワードで語っていけるのかなと、な掘り下げていくとちょっと面白いのかなという気がするので、そうですね、その3つについて、ちょっと1個ずつ掘り下げていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、美女と野獣っていうそのモチーフなんですけど、まあ、あの細田監督がとっても好きだっていうのはあのパンフレットで、まあ、インタビューでおっしゃってることなんですけど、この美女と野獣というモチーフをその今どうして持ってきたのかっていうのは、そのなんかプライベートな理由以外に何か見出せるものってありました？そうですね、難しい質問ですけどね、これ。そうですね、なんでしょうね、うんうん、僕なんかあんまりその辺はあの初見の時にあの深く詰めなかったというか、まあでもなんていうか、ごめんなさい、すごく単純な、うん、はいはい、答えですけど、うん、まあ動物好きですからね、細田監督ね。まあそうですね。それはあるんじゃないかなとか。なんかこう人と動物の話が基本的に好きな方だと思うので。そうですね。はい。獣ですからね、これ。逆に杉本さんいかがですか。なんかその辺っていうのは。いや、あの特にそういうその今美女と野獣持ってくる合理性は別にないとは思うんですけど、うん、まあ一方でそうですね。どうなんだろうな。今回のそのなんというか。内気な主人公を描くにあたって、あの、まあ、ディズニーの主人公のベルっていうのをなんかある種参照してそのるんだろうなと思うんですけど、その内気な、歌が好きな女の子がネットの世界で、まあ、ディズニーのヒロインの衣装をまとって、まあ、スターになるっていう話なわけですよね。でそこはそういうことを考えると、あの91年 の, そのアニメーション の, そのディズニー の, あの美女と野獣っていうのはすごくやっぱ能動的なヒロインを描いてたんですよね。そういうなんか時代の流れを、組んだ上で細田さん的な等身大の女の子、現代の女の子を加味した上で、こう新しいヒロイン像を提示するみたいな欲は僕は感じたんですね。あ、なるほど。確かに今回そのジン・キムさんっていう韓国のあのちょっと前までディズニーピクサーでキャラクターデザインやっていた方をまあ招いてベルのデザインをやったわけですけれども、あのすごいディズニーっぽいっていうか、あのこれはあの別にこうニュートラルなあの感じで、あの特に U の世界のまあベルとか竜のこう動かし方、動きとか、あと、うん、あのテクスチャーもやっぱりすごくこうディズニーっぽいっていうのはありましたね。だからああいうのやりたかったのかなっていうのは見ててすごく感じましたけど、うん、
どうなんですかね、そのあたり、まあ、そのジン・キムさんの、あのキャラクターデザインは本当に素晴らしいなと思いましたけど、うん、僕はでもなんかそのディズニー的な衣装をまとったがゆえにディズニーとのなんか違いっていうのを逆に感じさせる部分も出てきたのかなと、作品全体の印象ですからね、そこは。あのやっぱりディズニーの作品って基本的には理想的なロールモデル、その時代に合わせた理想的なロールモデルを提示するっていうことだと思うんだけど、なんか細田さんの作品ってでも理想的 なんかロールモデルを提示するっていうことはあんま興味がない気がする。それよりもなんていうか欠点がいっぱいあってもいいじゃんみたいな等身大の存在を肯定するっていう、そっちに興味がある人なんだろうなと思うんですね、うん、そういう意味もあって、最後そのまあ、アバター、あのベルのアバターを脱いで生身で歌うっていうことがやっぱ肯定されるんだろうなと思うんですけど、うん、そうですね、あの辺の展開は非常に細田さんっぽいなと思いましたし、結構今回はだからあのまあ、ビューティー野獣のベルっていう名前をそのまま使ってしまうっていうのもちょっとびっくりしましたけど結構なんかこう、あからさまにこう、まあ、自分の過去作の引用参照とか、あの他の作品の引用参照とかっていうのも結構なんか、ダイレクトに直接的にやってるなっていう感じがありましたね。そうですね、まあ、ヒット映画の条件なのかもしれないな、どこかでみんな見たことがあるものがないとなかなかちょっとみんな安心して見に来てくれないかもしれないね。そういう意味ではそういう、まあ、美女と野獣っていう超メジャーなあのねものを引用してっていうのはある種ね、あのヒットさせる上での狙いとしてはあったのかなという気はしますけどね。ただそんなになんかいやらしく見えないし、細田さん流の見せ方であのうまくさばいてるし、あの非常にそれはあのなんか、ね、全体的な狙いとしてはあのうまくいってるなというのが僕の印象でしたけど、そうですね、まあ、僕はそのちょっとやっぱりこう話がずれちゃうかもしれないけど、美女と野獣っていうよりはやっぱりあのさっきもちょっと名前を出した君の名はだったんですよ、見た感想が、やっぱりミレニアルパレードと中村加護さんを使って、こういわゆるその全編楽曲を散りばめてある種こうミュージックビデオ的に展開していくっていうのは、非常になんて言うんだろうな、まあ、川村元気さんもプロデュースに入っているってこともありますけれども、やっぱり君の名は以降のアニメーション映画っていうか、まあ、細田さん自身は美女と野獣とミュージカル映画をやりたいっていうことだったんでしょうけど、どうしてもやっぱり現代日本のアニメーションの文脈で振り返ってそうですね、やっぱりどうしても君の名がこうなんかリファーされてるのかなっていうのはすごく感じて、でやっぱりポスト君の名はっていうかその夜明けつけるルーの歌とか君と波に乗れたらとか、あとは空の青さを知る人よとか、まあ何でもいいですけど、その 歌とか音楽とかっていうのがすごくあの作品の表現とかあと物語に取り入れられているっていう映画があのやっぱり2010年代すごく増えていて、でまあ意識してる無意識問わずやっぱりポスト君の名はの流れだと思うんですけれども、そういう意味ではやっぱり今回のリュウソバもそうなんじゃないかなっていう感じがするんですよね。結構それは僕は、ね、美女と野獣と同じぐらいなんかこう印象に残ったっていうか、意識したっていうところですね、まあ、いわゆるストレートなミュージカルプレイではなくてその歌をね前面に出すっていうのは多分その日本のアニソン文化的なカルチャーの文脈も引き継いだ上でああいう風なアウトプットになったんだろうなと思いますよね、で、まあ、ミュージカル映画をリファーするのでもその君の名はっぽいのでも、まあ、これどっちでもいいんですけど、これは結構結果的にここ数年なんていうか細田作品のちょっとまあ難点というかね、批評的に難点として指摘されていたことをある種こうカバーするっていうかクリアすることにも成功していると思っていて、こうやっぱりその化け物の子以降を奥寺聡子さんが脚本変わって細田さんがこう脚本を担当するようになって、やっぱりちょっとこう中盤以降急ぎすぎるとかやっぱりこうあの物語の展開でやっぱりこう厳しい評価をされることもあったと思うんですよ。はい、ありましたね。でも今回はやっぱり
まさに君の名はがそうだったんだけど、うん、こう物語の展開がこうリニアっていうよりも断片というかモジュール化していて、ねうんはい、ミュージックビデオ的になってるので、うん、それが今回こうかえってすごい成功してるっていうか、あんまりその、はいはいはい、なんていうかなこうなんて言ったらいいのかな、まあネタバレじゃないですけど、あのまあネタバレになるのか、まあ別に切ってもらってもいいんですけど、あの今回の作品の後半ね、コーチからそのケイ君のお父さん助けに、あの、うん、スズちゃんが新幹線に、はいはいはい、乗っていきますけど、はいはい、なんか今から行ってもなんか48時間間に合わないよとか言いながらなんか星に行くじゃないですか、うんうんうん、そうなんですね、なんかあの辺の展開とかも、うん、こう、うん、あれは、うん、そう、あれは明らかに間に合ってないはずなんですよね、うん、でもなんかそういうのがあんまり気にならないっていうか、気にならなかったですよね、そう、だからそれは、まあうん、なんかね、あの今回のそういうこうミュージカルテイストのあの脚本っていうのもね、結構ねあの成功してるっていうか、うまく作用してると思うんですよね、結果的に。なんとなくね、うん、まあ一方ですと、一応その主人公のスズのドラマとしては、多分あのアバター、まあ、あのアズか、アズっていうあのアバターを脱いで歌うっていうことができた時点である程度はまあ完結はしてるわけですね。そうドラマとしては完結してて、そうあとなんか助けに行くってなんかちょっと打足っていうか、打足と言うとちょっと言い過ぎですけど、ええ、なくても成立するようなみたいなのをちょっと一個入ってるんですよね。あれはだからなんで入れたのかなっていうのはちょっとよくわからないんですが、まあちゃんとその物語として主人公のドラマは描けているので、そんなに気にならなかったのかなと僕は思ったんですけどね。そうですね、うんうん、まあまあ、やっぱり中盤もなんていうか、うんうん、ちょっとこうすずが竜に惹かれていくその感情の推移っていうのも、そうですね、ちょっと若干僕としては、うん、ついていけないところもありましたし、うん、何かこう並行するエピソードっていうのもこう、うん、なんかこういまいちうまくまとまりっていうか結びついていないかなっていうところも、だからそういうことは言えるんですけど、うん、でもなんかもうすずになって歌った時点でもういいかなっていう、そういうなんかこうなんて言うんでしょうね、爽快な強引さっていうか今回は、はいはい、まあまあ気持ちいいなっていうね、なんかちょっと抽象的ですけど、そういう意味ではなんかこうモチーフとか今回のそういうこうテーマとかっていうのがうまく作用して、うんうん、で確実にヒットすると思いますし、そうですね、そういう作品になってるんじゃないかなっていう感じがしますね、うん、そのなんか強引さを多分は、まあ、歌ですよね、歌の力ですよね、要するに、うん、そうですね、大きいところだね、うん、いやでもそうか未来の未来の後こういう感じで来るのかっていうのは、うん、うん、そうだとしたら未来の未来は何だったのかなっていうのはあるんですけど、うん、あれの反動というか反省でこういう作品になったんですかね、やっぱね、分かんないですけど、いやそう、どう思います、うん、いや、やっぱりだからそのある種、うんうん、新しい代表作っていうかターニングポイント的な作品ではあると思うんですよ、竜の日は今回、うんうん、つまりやっぱりこの作品があることによって化け物のこと、未来の未来っていうその過去作がまたちょっと違う見え方がしてくるっていう感じの作品になってくるので、うんうん、そういう意味では、非常にこうなんていうか、うん、アップデートって言い方がおかしいですけど、うん、要するにその、うん、過去作が違った見え方をしてくる作品っていう意味で、うん、やっぱりまたちょっとステージが違うっていう作品だと思いますね、うん、なるほど